さん、スナックミューへようこそ。このチャンネルはアロマセラピストであり和精油と自然派化粧品のセレクトショップミューズネストのオーナーでもあるバーママがママを務めているスナックです。アロマセラピーに関する知識を分けるように、まあなんかね、面白く皆さんに伝えていけたらなと思ってこのしゃべくりチャンネルを始めたんですけれども、まあちょっとね、雑多ないろんなネタがですね混ざりまくって、何のチャンネルかよくわからないようなしゃべくりチャンネルになってしまったんですが、2021年はアロマセラピーの知識とか、あとは和精油についてですねの知識について中心に話していこうと思いながらね、どうせね、またね、いらんね、余計な話で脱線していくんやと思います。はい、今年もこんなみゆママにお付き合いくださいまして、お客様の皆様よろしくありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ではですね、今回お話ししたいことはですね、我が家に AEAJ がやってきたっていう話ですね。さあ、 AEAJ ってなんやねんっていう話なんですけれども、日本にはアロマセラピーに関する、まあ、一番大きな団体って言っていいですね、公益社団法人日本アロマ環境協会っていうのがあるんですよ。でそれ略して AEAJ なんですけれども、その機関誌の名前が AEAJ、 そのまんまやないかいっていう話なんですけど、年に4回ですね、AEAJ の会員だった場合は送られてきます、タダで。でこれ実は1冊ですね、買ったら1800円するような結構立派な雑誌でして、でね、結構私読むの好きなんですよ。でも会員の中にはね、なんかあんま読んでないとかいう人もいてて、もったいないなって思ったりするんですけど、まあまあ今回のね特集が面白いです。うん。で今回、2020ウィンターの98号ですね。でこれ特集が第一特集、ニコラス・カルペパーの占星術と薬草学で、誰やねんニコラス・カルペパーと思いますよね。いや、いたんですよ、そういう人が。で第二特集が心と脳の不思議な関係、気になりますよね、この辺ね。さあ、ただ、まあ、全部話すとね、ちょっと全然時間が足りないん で私が喋ると長くなるんで、すっごくかいつまんで今回ちょっとお話を、まあ、一部抜粋してですね、第1弾としてお話ししていきましょうか。ネタ元めっちゃ普通に機関誌に頼ってるやんって思われたかもしれないんですけど、やっぱり声優だけ渡されてもだからどうしたらいいのっていう感じのね方々がまだまだ多いので、まずはそこからですね、どうやって使っていったらいいのかっていう簡単な説明からしていた方が皆様に伝わりやすいのかなと思って、そういう試みをやっていこうかと思います。日本語で書かれていて、とても雑誌のように読みやすく、いろんな人からの寄稿もあって、あとはね、和精油辞典、和精油じゃない、精油辞典なんかもね載ってる、かなりなんだろう、まあ、専門的ではあるんですけれども、かなりか、まあ、取り掛かりやすい雑誌ですね、 AEAJ の中で。では取り上げられている最初のトップ記事ですね、こちらをご紹介したいと思います。今回ですね、トップ記事はですね、毎回毎回そのスペシャルインタビューで始まるんです。で香りが誘う世界っていうタイトルがついてますね。で、これが35回目になるんですけれども、今回のゲストは中村太一さんですね。これ将棋棋士です。中村七段かな、うんですね。で、なんかね、なぜ棋士が AEAJ に出てきているのかって思いますよね。まあそれはですね、この中村棋士が、まあ、うまくアロマセラピーを対局に取り入れているということです。で彼はまあ、アロマは一種のお守りみたいなものっていう風にね使われてるんですけれども、結構ね、将棋の対局ってすごく長時間になるじゃないですか。もう何もいつまでやってんねんみたいなことはあるんですけれども、だから途中でみんなお昼ご飯食べるわけですよね。で中村七段は集中力を切らさないために対局中に精油を使われているそうなんですけれども、まあ、なんでそのアロマを取り入れようと思ったんですかってインタビュアーの方が質問されているんですが、そこで面白いのが、まあ、もともとね香りがするのも好きで、石鹸とかもねお好きだったようなんです、ようなんですけれども、2年ぐらい前に競馬のですね福永騎手が
レース前にアロマを使って集中力を高めることがあるっていうことを話されてたんですって、対談された時に。でそれで、トップ機種がそんな細かいなんか体の調整とか心の調整とかをやってんねんなっていうことに影響を受けて、じゃあ僕もやってみようっていう形で取り入れられたそうです。でもね、やっぱり調べたのがネットで調べたり、アロマテラピーの専門店に行って店員さんに聞いて、でそこでね言われたことが、リフレッシュには柑橘系で、集中力を高めるにはローズマリーがいいということが、彼の中で情報収集をした中で固まってきたので、じゃあ対局の時にもそういった形で使おうっていうふうに決められたそうなんですね。で具体的にどういうふうに使われているのかっていうことなんです。将棋指してる時にクンクンしてる姿とかってテレビであんま見たことないんですけれども、中村さんはハンカチに垂らして使っているそうです。で、対局相手がですね、すっごい長いことを考えている間って、ね、こちらとしてはやることがないわけですよね。次の打ってきた打ち手に対して、どうしようかなって考えている、その脳の中ではいろんな考えがあるとは思うんですけれども、特にその行動としてやることがないので、席を外してちょっとこう休憩をね取りながら、柑橘系の香りでちょっとリラックスしたり、集中力が切れそうだなって思った時はローズマリーの精油を嗅いだりしているそうですね。で彼にとってそのローズマリーの香りっていうのは強めに感じるそうなんですけれども、頭がすっきりするような感じで気に入っているそうです。でこれをね、アロマを対局に取り入れることで、どういう影響がありましたかっていうふうに聞かれて、彼は答えているんですけれども、自分のメンタルですよね。メンタルを整える面で非常に役に立っていると。でアロマを嗅ぐと気分がすっきりするっていうだけじゃなくって、そのいつも使っているとそれが一つのルーティンとして完成をしているそうなんですね。有名な話では、そうですよね、一郎とか、あと五郎丸ですね、引退しちゃったけど、一つのルーティンとして完成させると平常心で望むことができるわけです。人の脳っていうのは面白いもんでね、毎日同じことをやってると、いつもと同じだなというふうになるわけです。そこがたとえ戦争の最中にあったとしてもですね、これはロングショットっていう映画の中でシャーリーズ・セロンが面白いことやってるんで、興味がある方はぜひ見てみてください。はい、でもねちょっとね惜しいなって思うのが、私はそこでそのアロマセラピーの専門店に行かれたとのことなんですけれども、おそらくその方はアロマテラピーアドバイザー資格を持たれているか、もしくはそれより上位の資格を持たれている方だとは思うんですけれども、であればアロマテラピー関係の資格であれば西洋の精油をですねまず持って勉強しているので、集中力、いわゆる頭脳明晰作用が歌われているローズマリーっていうのをやっぱり集中するときはおすすめするっていう感じですね。あとリフレッシュには柑橘系がいいですよっていう、すごいものすごいちょっとアバウトな感じでねおすすめされているんですけれども、これは結構ね私としては、そのじゃあ代替精油、ローズマリーと柑橘でなければ一体何を使うのかって言われたときに、集中するのであれば例えばそうですね、松の香りなんかだと大脳への血流を促進する作用があると言われています。なので松ですね。で柑橘系もオレンジとかそういうのじゃなくって、例えば甘夏であったり柚子であったり、せっかく日本の文化を極められている方なんてね、将棋の世界に持ち込むのにもそれもまた日本のものであってほしいなと私は少し思ってしまいました。はい、ではそんな感じで、ちょっと告知をさせてください。今ですねミューズネスの方では福袋を売ってます。私の立場としては生産者じゃないので、ちょっと価格を下げるっていうのは本当にね腹切り行為なんですよね。
鼻血でそう、うん、でもそれでもやっぱり皆さんにちょっとぐらいね2021年年明けてちょっといいことがあってもいいじゃないっていうのと試したいなっていうのが絶対あると思うので、あのお買い求めやすいセットにして出しております。ゴージャスセットの松の方はですね完売となりましたので、あと残るは、竹ですね。こんなにいろいろ入ってるのっていう日常の生活の中で使えるシリーズがいろいろ入った竹、あとはあのプレミアムスキンケアっていう形でね、例えばいつもの、まあ、化粧水乳液以上みたいな感じのスキンケアにプラスしていただくと美容液とプレミアムクリームっていうね、とってもあの使い心地のいい、しかも自然に優しい、なんと社会派化粧品なんだっていう、あのボタニカロンさんからですね出ているものをセットにさせていただきました。そこにね石鹸もついちゃうっていうね、はい、なんともお得なグッズが出ておりますので、福袋ね、福袋で、あの走っていかなくていいじゃないですか今の福袋ってあのタップさえしていただければね、あのチーンってあのお家に届きますのでぜひあのお買い求めください。なくなり次第終了となります。はい、続きまして昨日ですね SNS の方では発表させていただいたんですけれども、プペルバッジの販売をしております。こちらはですね2020年のですね熊本豪雨災害の復興支援のシルクハットでのクラウドファンディングでリターン品としてわざわざ、作ったものなんですね。それは熊本の、あの小国杉を使って作った煙突町のプペルのキャラクターたちと、あと最後のちょっとアイコンになる船という形ですね。これをですね4種類、バッジを販売しております。これってねあのミューズネストが、オリジナルで作ったもので、西野さんの会社ですね、吉本じゃなくて株式会社西野が、煙突町のプペルの版権を握っているわけなんですけれども、株式会社西野さんとやり取りをさせていただいてきちんとあのライセンスも取っています。はい、ですのであの正規ライセンス商品としてあのお買い求めいただけます。はい、これねもう本当にミューズネストでしか売ってないんですけれども、実はご厚意でですね、東京の西武百貨店と、あともしかすると次にあの渋谷の蔦屋さんの方でもね店頭に並ぶかもしれません。もしね東京にお住まいの方々、あのよろしければ西武百貨店であの見かけていただいたら、めっちゃあのメンションとかつけてツイートしていただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい、であと、12月25日から公開されている、煙突町のプペルですけれども、この映画の中でですねミューズネストの看板がチラッて映ってるんですよ。チラッと、うん、時間にしたら 1,2 秒かな、チラッて映ってるんですよ。でそれをねすごくないですか、一般の個人商店の個人事業主なんですよね私、いわゆる普通のワーママの、しかも一人で仕事やってる人なんですけど、すっごい話題の映画の中にネーミングプレイスっていう形のね広告手法ですよね。あのスタンドバイミー2ドラえもんの時は本当巨大企業が、それこそなんかもう大枚はたいてやったんやろなっていうようなスポンサードみたいな感じで、あのごっつ看板が出てましたけれども、そうじゃなくてあの私が払える金額ぐらいなので、あのこそっと出てますでそれをですね発見した方には、先ほど申し上げた煙突町のプペルバッジの4種類のセットと、あとプラスそこにね垂らしていただくと相乗効果のある同じ小国杉で、しかもですよ200年以上生きた、樹齢200年以上ですよ、生きた小国杉から取れたアンティークウッドオイルっていうのをですねセットにしてプレゼントしたいと思っていますが、今のところこそっとすぎて挑戦者全員全滅してますそうなんですよ、難しすぎて、なんか一応ヒントでねこの場面ですよっていうね画像は出してるんですよ、どこみたいなあの担当のデザイナーの方にええ感じにあのなじませてくださいと、アルファベットやし、そもそも煙突町の中には植物がないのに植物関連のもの扱っているんで大丈夫ですかねって言って相談したんですよね。そしたらあの大丈夫ですよって、アルファベットのままでも出せますって言ったんで、あのそしたらええ感じにあのデザインしてくださいって言って、ほんまにめちゃめちゃ馴染んでて、マジと
こっそりひっそり密売してるかのようにめちゃめちゃ馴染んでて、わからんみたいな。いやもちろん私は一発目で当てましたよ。一プペ目で当てました。でも皆さん、あの1プペ目、つまり1回目に煙突町のプペルを見た時にわからなかったら、あのぜひ2プペ目、3プペ目、3プペ目で、あの、ね、何回でもチャレンジはできるので、公開中は挑戦していただければなと思います。はい、結構ねこれセットにすると7000円以上するんで、あの割とお買い得なんですよね。だから3プペ目ぐらいまでで当てたらお買い得になっちゃうかなと思います。はい、であともう一つですね、告知なんですけれども、ミューズネストの公式 LINE アカウントの方でですね、登録していただくと、まあ、まず登録していただくと500円のクーポン券が発行されるんですけれども、これもめちゃめちゃお買い得ですよね。でその公式 LINE アカウント内でのみなんですが、屋久杉の精油をもともと私は扱っているんですけれども、なんとその屋久杉の精油を作る時のウォーターですね、芳香蒸留水、まあ、精油を作る時にはついて回るものなんですけれども、まあ屋久杉のドマイボクの精油をあの取る時に出た芳香蒸留水っていうのは、屋久杉の地杉の芳香蒸留水よりも香りが良くないと。で地杉の芳香蒸留水を取ろうと思ったら、まあまあ、 あの高いところまで登らないとダメ、つまり生えているものですよね。で大変なんだということを聞きまして、でもあまり香りが良くないそのウォーターどうしてるんですかっていうのを聞いたら、地元の方の使い方としては、まあその1、犬を洗う。いやこれ本当なんですよね。でその本当本当本当、あのインスタグラムでちゃんとあの地元の方がね、あのバケツにいっぱい芳香蒸留水をためたやつで、あの屋久島犬っていうね、あの固有種の犬種があるんですけれども、屋久島犬の花子ちゃん洗ってるのちゃんとありますからね。であの大学の先生にも分析してもらったら、一応毒性はないという結果が出ているので使っている。でこの屋久杉ウォーターなんですけど、まあ、犬はよくね耳がジクジクしたりとかね、ペットってありますよね。そういう皮膚の荒れに対して、非常に効果的であったというお話からですね、まあ、あのそれと他にはどういうふうに使われてるんですかって聞いたら、まあ、地元の方々なんですけれども、水虫に使ったって、いや抗菌作用があるのは知ってたけど、そっか抗真菌作用もあるんだなと思いました。水虫の原因っていうのは白癬菌っていう真菌ですね。だからただの抗菌作用のあるものを使ってもあまり意味がないんです。抗真菌作用があるものを使わないとダメです。で、よく使われているのが西洋の精油ではティートリーとかは使われますね。だから薬水ウォーターをシュシュッと、ね、したりとかするのであれば手軽にできるんじゃないかなと思っております。ティートリーのオイルをわざわざ薄めて塗るのって大変じゃないですか。でも薬水ウォーターだったらスプレーに入れたやつをシュシュッとしたらいいんだって思ったら、1日まあ朝と夜とシュ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 ってしていただいたらいいのかなって思いまして、でそういう使い方もじゃああるんだなっていうことを知りました。で3番目が、まあ、同じくですね、まあ、ワンちゃんの時と一緒なんですけれども、現場で働いている方の中に屋久島に移住された方なんですけれども、移住する前はすごくアトピーがひどくてですね、あの腕全体がやはりあのアトピーの、あの引っかいた跡とかですね、あれとかがすごく跡になって残っていらっしゃる方がですね、自分であのご自身で薬水ウォーターをスプレーしていたところ、あの赤みが引いてですね、なんていうんですかね、ちょっとこう跡はやはり残ってしまっているんですけれども、もう完全にそのやけどが治ったかのような形ですね。あのカサカサっとした感じがなくて、炎症がだいぶ収まってきているっていう様子を、あのビフォーアフターでですね、写真で送っていただいて、それも私ちょっとびっくりしたんです。うおーみたいな、そんな感じで使えるんだなと。で芳香蒸留水っていうのは結構そのルームスプレーとして使われることがあるんですよね。まあイオカンとか、まあラベンダーとかもそうですよね。でローズとかネロリウォーターとかに関しては、あとクロモジウォーターとかに関しては化粧水として使われることがあるんですけれども、はあ、屋久杉ウォーターにはそういう力があるんだなっていうのを知ったので、今回モニターをですね募集させていただいております。
治療行為ではないので、すぐね異常か何かが出たらやめていただいてっていう形にはなるんですけれども、まあ、どんなもんかちょっと使ってみたいわって、でもお金出して買うのもなって思ってらっしゃるような方がちょうどいいんじゃないかなと思います。で、必ずですねお写真撮っていただいたりとか、使う前にパッチテストしていただいて異常がないかとかしていただくことが条件にはなってくるんですけれども、あと元々ねお医者さんにかかっている方はアロマセラピーの基本として、まあ、お医者さんに相談をしていただいて、こういうの使ってもいいかなっていうのを相談してから、まあ、応募していただくっていう形にはなるんですが、ミューズネストの公式 LINE アカウントで薬杉ウォーターのモニターを募集しております。すでに何名かの方にお申し込みいただいているんですけれども、もう少しですねちゃんと何かがあった場合に備えてなんですけれども、皮膚科とかがですね始まるぐらいにお手元に届くようにできればなと思っておりますので、もう少し募集を続けたいと思っております。スプレー容器に入れる状態でお送りしようかなと今のところ考えてはいます。はい、そんなわけで、今年は真面目に和精油とアロマセラピーについてちょっとした知識をつぶやいていくぞって言って20分も喋る女なんですよね。すいませんしかもね一昨日にまた明日って言って昨日全然配信できなかったんで、ね、こういう風に毎日ちょこっとずつですね続けていければなと思っております。では2021年今年もよろしくお願いいたします。聞くだけでいろんな知識がたまるチャンネル、スナックミューへ名前変えようかな。はい、また遊びに来てくださいね。ではでは。